こんにちは。今日は40秒スピランに挑戦していくよ。前回はかなり鬼畜コースだったからな。今回はどんな感じなのかしら。コース全体図は結構シンプルっぽいね。ところがどっこいめちゃくちゃ鬼畜だったりして。マリサ君、怖いこと言わないでくれないか。なんでくん付けなのよ。今回はサクサクっとクリアしたい。ポコちゃん、今日の死に様は。得意なはずのゴム製乗り継ぎを華麗に見せようとしたら勢いが足りなく死にました。激しだせよ。最初は勢いが出ないから小スピンで。あちょ、左に蹴っちゃった。何してんだよ。加速しないといつもと感覚が違うんだよね。さて、ゴム兵に壁を壊してもらって。と。この次はどうなってるんだ。とりあえず三段ジャンプしてみよう。あ、高さ的に合ってたみたいね。どんどん進んでいこう。ここは普通に降りて大丈夫だったみたいだな。最初は怖いから警戒しちゃう。マリサにも警戒しなくちゃ。怒らすとかなり面倒になるからね。なんでそうなるんだよ。って変なこと言ってるから死んでるじゃねえか。ここは慎重に降りた方がいいね。私こういうの苦手なのよね。さあ地上エリアに来たぞ。難易度的には割と平和そうだな。これが平和なのかどうなのかもう感覚がよくわかんないわ。まあ、前回の甲羅持ち壁キックのコースよりかは断然平和じゃない。それは間違いないが、っていうか今危なかったわね。初見でここを突破したのはでかい。そして白エリアに戻るのな。さあ、ってここって、ゴールじゃねえか。あんたコースのおさらいやってないわよ。あはは、完全に忘れてた。はい、というわけで無事にクリアしちゃいました。さすがに早く終わりすぎたな。せっかくだしもう一ステージやりましょうよ。せやな、短めのコースで。さあこれだ。手順了解な。さてやっていこう。あ、もう目の前にゴールが見えるわよ。さすが10秒だな。っていうか BGM がないみたいだが。死ぬ時の BGM でも流してみたら。これでいいかな。本当にありなし。なんだよ、霊夢がやれって言うから。冗談に決まってるでしょ。そんなことより時間は大丈夫なのか。さあ、多分ここを進めばゴールじゃないかな。お、このちくわブロックを落とせば。ゲームに合わなかったか。どこかで時間短縮をしなきゃだな。最初はこんな感じでいいかな。ていうか BGM がないとやっぱり寂しいわね。うん、なんか長そうかなと思ったけど、10秒しかないんだしいいかなって。さあ、それよりさっきよりは時間短縮ができてると思う。あとはちくわブロックを落とせば。じゃあ間に合ったはい、というわけで無事にクリアすることができました。本当にギリギリだったな。あ、死んだ。マリオさんかわいそす。2コースプレイしたけど、それでもかなり早く終わったね。ふぅ、10秒スピランとか久しぶりにプレイしたよ。今まで動画にしたことあったっけ。さすがに短すぎて今までやってこなかったかもしれない。なるほど。今日みたいに短いコース同士だったら、2コースプレイするのもありかもな。うん、サクッとクリアできるしね。さて、コース制作者のルイルイさん、カズネさん、ありがとうございました。2つのコースの ID は動画概要欄に記載しておきますので、よかったら皆さんもプレイしてみてください。というわけで今回はここまでにしたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。